はいっす、聞こえますか？東京風めっちゃ強いっす、今風やばい。音聞こえる？やばいよ、超乱れるんだけど、すごい乱れてます。よい、いらっしゃい。ハゲが加速するわ、ハゲが。音聞こえる？なんだこの風、今日パソコンすっ飛ばされそうだから気をつけながら配信やります。音聞こえたら教えてください。音聞こえる？お疲れ様。聞こえてる？ありがとう、教えてくれて。表参道から配信してます。寒い、めっちゃ寒い、風がやばい。オッケー、ありがとう。ちょっと風強くて聞き取りづらいかもしれないけど申し訳ない。表参道から配信です。今日は冷えるわ。うお、寒い、半端ねえな。パネーは仕事終わりですよ、仕事終わり。もうすごい暴風ですよ、暴風。みんな気をつけてね、今日ね、多分ね、小さい子供とかすっ飛ばされると思うよ。みんな気をつけて、マジでやばい。はい、お疲れ様。亀仙にいらっしゃい。風がやばいね、今日はね。風やばい。今から表参道のショップに行きます。楽しんでってください。表参道でバッグを買ったんですよ。もうバッグがすごい壊れてて、俺が今使ってるナイロンのバッグこれなんだけど、もうこれ破けちゃってんの分かる？ここビリって破けちゃってて、中のウレタン丸見えなんだよ。だからもうバッグ買わないとなと思って、バッグ1個しか持ってなかったの。これね、中学生の時買ったバッグなんだ。だからもうさすがにもう買わないとダメだと思ってたんだよね。そうそうそう。で、会社の人にもさ、バッグ壊れてますよってこの前言われちゃってさ、はい、ワード2、みなちゃんいらっしゃい。みなちゃんが小手半だよね。そよ風大好きは、そよ風さんっていう人が好きなんだよね。多分ね、みなちゃんね、小手半をみなちゃんあとそよ風大好きにするといいと思うよ。そしたらみなちゃんって呼びやすいから、他の配信者。みなちゃんあとそよ風大好きに変えた方がいいと思う。あれどこだったっけな、曲がるところ。物持ち全然良くないよ。ただボロボロの使ってるだけだから。あ、でも物持ちいい方かな、革靴9年入ってる。そうだよね、みなちゃんアットマークつけるといいよ。アットマークそよ風大好き。あれどこだったっけな。うん、はい、こんばんは、あやかいらっしゃい。今日ね、のんたん誘ったんだけど、のんたんも一緒に行こうよって、表参道とか歩こうって言ったんだけど、人が怖いって言ってた。表参道とか人がいっぱいいるところは怖くて歩けませんって言われた。すぐ変えられるよ。プロフィールページに飛んでアットマーク入れるだけだから、すぐ変えられる。パソコンでも携帯でもすぐだと思うよ。うん、ちょっと変えてきて、変えてきなよ今。はい、43名さんいらっしゃい。表参道ナウです。表参道ナウでございます。金かねー。あれ、ここどこだ、あれどこだっけな、どこだ。あー、この辺だ、モンテローザフロント、確かこの辺だったような気がすんな。おい、ショブチューいらっしゃい、楽しんでって。すげえ、ダイソンショップだ、初めて見た。ダイソンにショップあるんだ、表参道ダイソンショップ。めっちゃかっこよくない？
いや、ここは愛媛県じゃないですね。あの、闇将軍です、それは。いいカバン、じゃあもうオーダーメイドで作ってもらってんの。取りに行くだけ。ダイソンだって、掃除機のショップだよ。超かっこいいよね。あんまりはしゃいでると田舎もんだと思わない。寒い。あれ、どこだっけな、曲がるところ。ここで会ってたっけな。ダイソンショップとかあるんだね。ちょっとこっち行ってみようか。ダイソンショップ見たことある？このダイソン。後ろにダイソンがいっぱいある。すごいね。寒い。ちょっとごめんね、風が強くて。バーバー言ってると思うけど。そこは申し訳ない。オーダーメイド。見たことないね。俺も初めて見たわ。ダイソンにショップとかあるんだ。超寒いわ。45名さんいらっしゃい。あれ、こっち合ってるかな。ここで合ってたっけ。あれ、ここっぽいな。あれもう着いた。あれもう着いたけ。あれ、ここだったかな。こんな感じの店だったんだよな。電波ある？あれ、ここじゃなかったっけ。あ、ここだ、ここだ。あ、多分ここら辺だ。ん？違うかな。ん？違うな。ここどこだ。迷子です。誰かさ、パソコンでさ、 Google マップでナビれる人いる？パソコンで今配信見てる人いない？パソコンで配信見てて、和道のことナビれるよっていう人。迷子になっちゃった。誰かナビってくんない？誰かナビお願いできないかな？あれ、コメント止まったな。電波ないけ？これ。電波ない系か。電波あるじゃん。シカトですか。リスナーさん、シカトですか。いじめですか。新手のやめて、寂しがり屋だから。 iPhone から見てる。スマホです。なるほどなるほど、しょうがない。よし、自力で当てよう。表参道を歩いてます。こういう時勘が頼りだからね。勘がね、勘だけが頼りだよ。スマホなんだ。やっぱ今のトレンド、スマホなのかな。みんなスマホで見てるよね。スマホが楽なのかね。うわ、めっちゃおしゃれこの辺。うわ、超豪邸。見て、鉄の門。鉄の門なんだけど。ゼリーさんいらっしゃい、ワドツ。すげえな、超豪邸じゃん。やばいな、この辺に住んでる人とか大金持ちだろうね。奥じゃ聞かねえぞ、多分。iPhone からか、みんな。こういう時、たくみさんがいるとね、助かるんだけどね。みんな iPhone からか。なんかね、こんな建物なんだよ。こんな建物。なんかこういう綺麗な建物、でっかい建物。みんなスマホだ。ああ、すごいよね、超キラキラしてるよね。おしゃれすぎるだろ。ショップがいちいちおしゃれだからな。それは田舎者が憧れるわけだよな。表参道とか行ってみたいってなるよな。シャレオツだよね。まさか俺もこんなところで買い物するとは思わなかったよ。どうしよっかな。おしゃれすぎて息苦しい、わかる。なんか小物とかもショップがいちいち全部おしゃれなんだよ。見える？超おしゃれじゃない？今からね、オーダーしてたバッグを取りに行く。どこら辺だったっけな、思い出せねえな。どこだっけ。オーダーしてたビジネスバッグを作ったんで、それを取りに行きますね。西成の方が楽しい。なんかかわいそうになってきたわ、なんか。
悲しいわ本当に。おしゃれだよ。だって日本で一番おしゃれな街って言っても過言じゃないでしょ。日本で一番おしゃれな街じゃない表参道って。俺の認識間違ってるかな。だってさ、ショップとかこんなかっこいいんだよ。もう一個一個の格好がすげえ、一個一個のお店がかっこいいもん、うん、セミオーダーだよ。だからさ、女の子とかこういうお店憧れるんじゃないの、こういう小物店、こういうキラキラしたお店とか憧れるんじゃないの、こういうファンシーなショップに、うん、全部おしゃれだからさ、うん、全部おしゃれ、うん、どれくらいおしゃれか見せてあげようか。じゃあファミリーマートがこんだけかっこいいから、うん、え、枠来てくれてありがとうございます。あー、とんでもないとんでもない、どうもどうも。ファミリーマートがこれくらいおしゃれだから、これファミリーマートだから、わかる？ファミリーマートめっちゃシャレオツだから、超かっこよくない？ファミリーマート、多分日本一家賃の高いファミリーマートじゃない、ここ。てかどこだ、ここ、ここ一体どこだ。いやマジだよ、ファミマだよ、ほら、本当だよ、ほら、ボケてるから見づらいかもしんないな、これファミマだよ、ほら、そう、配色でわかるでしょ、ランプの。岡山めっちゃおしゃれな。どうしよう、マジで迷子なんだけど。すごいよね、これ裏路地だかんね、表通りじゃないかんね。もう本屋さんとかもこんな感じなのよ、後ろに見えてんの本屋さん。超シャレでしょ、超シャレでしょ。どうみんな、俺の東京、俺の東京楽しんでるみんな。いやいやいや、ボケてる暇ないわ。風船10個ありがとう。いやマジ寒い。代官山行くのに服買わなきゃいけない。そうなんだよ、そうなんだよ、そう、 お前らね、これ東京あるあるなんだけど、代官山行ったりとか表参道行くには服を買わないといけないんだよ。服を買いに行く場所なのに、その街を歩く用の服が必要なんだよ、その街用の。面白いだろ、田舎からしたら意味わかんないじゃん。服を買いに行くのに服を買わないといけないんだよ。おしゃれをしないと歩けないんだよ、この街は。ていうか俺マジでどこだ、ここ、マジどこなんだろう。いやそれマジだから、代官山とかそういう街だから。その服はどこで買うの、だからそれもう、それ地獄だよ、それ地獄だよ、ループだよ、もう代官山に一回来ると代官山から出られないループだから。これも素敵なカフェばっかりだよ、ほらカフェ、うん、無理でしょ、代官山ループだから。ていうかマジでここどこかわかんねえんだけど、美容室に行くのに髪セットしていく、あ、そういう感じ、そういう感じ、いい例えだね、いい例えだよ。そう、歯医者さんに行くのに歯ブラシを磨くのと一緒だよ。お前ら歯医者行くとき歯磨くだろ、あの時なんかえってなるじゃん、なんで俺今から歯直しに行くのに歯磨いてんだろ、おかしくねみたいな、今日歯のホワイトニングだわ、歯磨きしなきゃみたいな、意味わかんないじゃん。歯きれいしに行くのに歯きれいにするっていう、そう、あの時の感じ。お前が言っていい場所じゃない、正解。ただね、欲しいバッグはどうしてもここしかなかったんですよ。だってこれ表通りなんだけど、あの一番でかい通りなんだけど、見て見て、これちょっとお前らのために頑張るわ。ちょっと待って、あれ立ち入り禁止、はい、あ、そうなんですか、みんなに見せてあげるよ、行くよ、ビビるなよ、やばくない、やばくない、これ通り一面奥まで全部木がライトアップ、やばくない、超やばいっしょ、イルミネーションやばいっしょ、もうずーっと奥まで木がピッカピカ。今あの歩道橋を渡ろうとしたら、あの通行止めだったからごめん、やばいっしょ、やばいっしょ。ていうかここどこ、
それ毎年だけど、いや超綺麗じゃないこれ。多分ね画面じゃ伝わってないと思うよこの綺麗さ。どの木が登りやすそう。あの金梅さんと一緒にしないでください。金梅さんじゃありません僕、うん、こう。いやあのねちょっとねあの凝った店に行ってるから、2が行く店で買ってるから。東京すごか、東京は綺麗綺麗やね、すごかね、ピカピカだよ。ちょっとタバコ吸おう。タバコが足りない。外人さんもいるわ、すげえわ。東京すごか。空撮だとやばい。歩道橋登りたかったんだけど、なんか止められてた。歩道橋閉鎖されてた。多分ね、あの田舎者が撮影しに登っちゃうからだろう。もう店がおしゃれ、店がおしゃれ、店がおしゃれすぎて倒れるわこんな。もうお前ら、俺の行きつけの店バーバリー見て、バーバリー、俺の行きつけの店バーバリー。おーかっけえかっけえ、車が超かっけえ。なんかクラシックカーがビッカビカなんだけど、超かっこよくない？超かっこよくない？クラシックカービッカビカ、超かっけえ、音がかっけえ、かっこよか、かっこよかね、東京の車かっこよかねえ、超かっこいい。てか俺今どこいんだろう。表参道ヒルズに来ちゃったんだけど、裏が表参道ヒルズだね。裏に見えんのが後ろ、後ろが表参道ヒルズ。すごかねえ東京は。おっかなべ、おっかにゃー、おっかにゃーねえ。ていうかマジで俺絶対迷ってんだけど、絶対こっちじゃないわ、ふざけてる場合じゃないわ。うん、バーガープレゼントありがとう。どうしようマジで、どこいんだ俺。表参道ディオールの前あたり、前どこだったっけ。あのね、俺が探してる店はね、なんつったっけな、ヘルツっていうお店、渋谷ヘルツで検索して、誰か案内して、渋谷ヘルツ。うん、そうだ、俺多分今一番おしゃれなの俺だろ。見て俺のファッション、ぴったりだろ表参道に。全然オッケー。イルミネーションめっちゃ綺麗だわ。みんな写真撮ってるよ、みんな写真撮ってる。どこだろう、どこだ、誰か分かる人いる。うわアップル超かっけー、アップル見つけた。表参道店アップルの、見る？アップルやべえよ。アップル見る？みんな見たい？スティーブ・ジョブズかっけえよ。渋谷区神宮前、表参道駅はどこなんか。アップル後ろ、あれがアップル。ちょぼやけるな、ぼやけるわ、リンゴのマークがぼやけるわ、ごめん。ちょ今日カメラ内蔵カメラなんだパソコン、申し訳ねえ。アップルが眩しくて見えねえよ俺らには。アップル見えねえわ眩しすぎて。俺らみたいな低スペックはアップル見ちゃいけない。ちょ木がかぶってるわアップルの文字。表参道懐かしい、かっこいいな、俺も言いたいな、表参道懐かしいわって。ん？なんだ今外人に背中触られたんだけど、何これ、何何、外人に背中触られたんだけど、何なんか貼られた俺、何今外人さんに背中タッチされたんだけど、なんで、え、なんで俺背中タッチされたの、え、何何されたの、ちょっと背中どうなってんの。なんか外人さんに背中思いっきりタッチされたんだけど、何今の、
わかんねえ。で、そのまま走って女の子にも背中タッチして逃げてったんだけど、何？背中になんか貼られた俺。違う、女の子にもタッチしてったの。え、ちょ、怖いんだけど、なんかある？ないよね。なんだ、何あれ、何のルール、わかんない。はい、背中バーンって、なんかちょっと強めに背中押されて、そのままどっか行っちゃったんだ。あ、グッチがあったよ、グッチ。グッチかっけえな、おい。変なウイルスもらったの、超怖えじゃん、超怖えじゃん。表参道式の挨拶なの？何だったんだろう、超意味わかんねえ、あの外人のノリ。はい、グッチです、グッチです、グッチ。超寒いっていうか風が強い今日。てか、ど、なんだっけ、外苑前だっけ、なんつったっけ、どこ行けばいいの、道全然違うの、マジでガチッチ。え、嘘、今ちょっと待って、今表参道駅戻ってきたよ。え、どうすればいいの？今、グッチ。今、グッチの表参道駅。え？神宮前に行くの？違うよ。表参道から行けるって書いてあったもん。表参道からこの前行ったもん。原宿行ったじゃん。前回も行ったじゃん。あれだろう、どうせ。ケバブ屋だろう、どうせ。もうやめようぜ。ケバブ。店長が、ツイキャス大好きでーの下りもめんどくせえから。あと、新宿行くときに二丁目行こうぜ、ゲイにおられようぜ。もうそのノリ嫌いなんだよ俺。ループじゃん、何も起こんねえから、うん、何も起こんねえから。さあ、どうしよう、戻るの？いや、本店、本店、ヘルツの、ヘルツの本店。戻るの？嘘。いや、絶対違う、絶対違う。あ、タバコ吸います。寒い、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 寒い。2店舗は近場にあるんだけど、本店の方、風強すぎるだろ。グッズで高級な？いや、大丈夫。彼女には俺っていうプレゼントがあるから。ていうか、ジッポってすげえな。この中で火つくんだ。すげえな。この風の中火つくんだ。今日風やばい。鉄道通り方面、鉄道通り、なんだそれ。紙のことは気にしないでください。紙のこと言ったらキリがねえよ。のぞみさんいらっしゃい。今日風やばい、台風並み。よかだ。俺の舌が早すぎて伝わらねえわ。駒送りだわ。初見、金持ちですよね。生活保護です。生活保護です。体感温度相当低い、超寒いよ。無印とマーチンの間、無印とマーチンね。まあ、前回そんな感じだったかな。え、これは交差点にいるんだけど、青山通りの方に行けばいいの？右行くの、左行くの？今表参道から青山通りの交差点ぶつかったんだけど、右行くの、左行くの？
店後ろにグッチがある。青山通り右ってこと？青山通り右と左あるんだけど。和道さんできた。おお、いいじゃん。みなちゃん、みなちゃんになっちゃったの？みなちゃんだけになっちゃったけどいいの？みなちゃんだけ、みなちゃんだけになったよ。みなちゃんアットマークそよ風大好きにしなくていいの？まあでもみなちゃんの方が呼びやすいよ。こっちから見て右、ありがとう。おお、オッケーオッケー。みなちゃん呼びやすくなったわ。ありがとう。みなちゃんの本名っていうか小手半何なんだろうと思って検索したら、そよ風さんっていう人が好きなんだっていうことが分かったのよ。俺そよ風大好きって小手半だと思ってたから、みなちゃんの方がいいよ。ありがとうね、わざわざ俺のために。うん、多分ね、みんな他の配信者もそう呼びやすいで、アットマーク誰々推しとか誰々大好きってやると伝わるから、あ、誰々が推しメンなんだと。風下にいたから人の火の粉降り注いできたわ。じゃあ右行くよ。みずほ銀行右に曲がります。みずほ銀行右に曲がります。あれ、見えてる？見えてますか？みずほ銀行右に曲がりました。オッケー、合ってる、合ってる。みずほ銀行右だよ、うん、見えてる。 B2 出口かな。とりあえずドクターマーチンのところを、ドクターマーチンを曲がればいいんだよね。今スターバックスが見えてる。今スタバが見えてます。髪の毛やべえな。今日の俺のおでこあれじゃない？ちょっとニコ生向きなおでこだね。風にやられてるわ。あ、このお店六本木にもあったな。マーチン？ドクターマーチンって靴だよね。マーチンと無印の間の道をまっすぐ。じゃあドクターマーチンが右手に見えるってことだよね。こうさっき通ったな。ケンタッキーがもうすぐ。本当にこっちで合ってんのかな。さびれてきたよ。うわ、超かっけえ。時計が超かっけえんだけど。でかい時計。あ、ありがとう、ガチッチ。あんなでかい時計欲しいな。超かっけえわ。ドクターマーチン？楽しいね、でも外配信ね。早く旅配信やりたいね、みんなでね。絶対俺の外配信の旅配信は面白いと思わない？絶対当たりだよ。骨董通りの信号これかな。ちょっと待って、俺目悪いからさ。あ、この前ここ通ったな。わかった、ここだ多分。だんだん分かってきた。この辺だわ、やっぱり。多分ね、今交差点骨董通りかな、これ。ちょっと待って、骨董通りがどうか分かんねえわ。ただ、錆びれてきたね。ドクターマーチンと無印。無印。無印がねえな。無印って独立であんの？独立店舗で無印ってあんま見ねえけど。うん、高橋さんいつもありがとう。来てくれてありがとうね。楽しんでって。今ここの交差点に着いた。今ここの交差点がその信号だね。で、ダイソンが見えてる今。今ダイソンが見えてる。
掃除機のお店、向かいが青学なんだ。このまま進んでいいの？このまま進むよ俺。進みます。大丈夫か？プロントです。今見えてんの、今プロント通ってる。もうちょい先、ありがとう。いやー優秀だわみんな。やべえな、 Google マップより優秀だわ。お、松本清か。松本清。はい、いってらっしゃい、レモンさん。松木陽。タバコ屋のメビウス、すごい。タバコ屋のメビウス。ていうかさ、俺、旅配信の時の靴、ドクターマーチン買おうかと思ってんだけど、どう思う？高い靴買うのやめて、マーチンだったら2万ぐらいで買えるから結構持ちそうじゃん。 あった、ドクターマーチンあった。オッケー。ていうか表参道の無印こんなかっこいいの？俺の後ろに映ってるの無印なんだけど、かっこよすぎじゃない？作り違いすぎない？みんな無印ってこんなお店じゃなかったよね？こんなかっこよかったっけ？これ無印なんだけど全然イメージすげえわ。じゃあ行きまーす。はい、みんなのおかげでドクターマーチンにたどり着きました。後ろがドクターマーチンです。行きまーす。うわ、マーチンやっぱかっけえな。昔2、3足持ってたね。いや寒い。映ってるものが違う。いや、なんかね、レイアウトがプロ、神がかってる。なんかディスプレイっていうの、そういうなんか配置が多分プロの人がやってる。商品は無印なんだけど、配置の仕方とかライトアップとかがすげえ。ニコ生でもツイキャスでもフワッチでもお前をサポートしてる、ありがとう。ガチッチさすがだわ。そういうコメントいいよね。熱いよね。激熱。マーチン履いてる男の人かっこいい。でもガキだよね。マーチンは。ていうかここ何屋？かっこよすぎるんだけど。ここって何屋かな？佇まいがやばくない？佇まいやばくない？このお店。ねえ。何が売ってんのこれ？何屋これ？ひっそりとかっこよすぎるだろお前。何売ってんだよ。高級レストランかな。超かっけえんだけど。突き当たりに見えてくる。ありがとう。うわ、超かっけえ。バーだ。じゃあカフェだ。超かっけえ。いや、もういちいち全部かっこいいんだけど。見えるお店が全部かっこいいから、もうスライドで横歩きするわ、俺。超かっこよくない？おしゃれすぎるだろ、いくらなんでも。かな、わかんないけど、俺らみたいな貧乏人にはわからない。到底理解できない。和道さん、ちょっと出かけてきます。いってらっしゃい。外人とかに気をつけます。てかこの辺の外人やからとかいないから。あの錦糸町とかと違うから、歌舞伎町でもないから。この辺の外人多分めっちゃ勝ち組だから。この辺確かに外人多いけど、あの外交官とかだわ多分。寒い。うわ超かっこいい。マンションの入り口やばくない？もう入り口から違うもん。超かっけんだけど、半端ねえなおい。寒い、とにかく寒い。いいよね、こんなデザイナーズマンションに住みたいよな俺も。大人になったら住もう。あー、ここ覚えてる。あ、オッケーオッケー、突き当たり。みんなありがとう、見えたわ。みんなありがとう。着いた。みんなありがとう。着き
ました。だから一旦ここで配信終了します。お店入るんで、あの店の迷惑になっちゃうんで、ここで一旦終了します。うん、じゃあちょっと開封は後でやるから、開封は後でやるんで OK。 マナーは守らないといけないからさ、 OK。 じゃあ後であのまた枠開くんで来てください。お疲れ様です。ありがとね。どうも、配信中毒者です。家帰ってから配信するって言ったんですけど、やっぱりあの駅あるんで配信します。青山の駅行くんで、青山の駅行ったら電車に乗るだけなんで付き合ってください。でまた2、いやもうすごいね、感動ですよ。世界で1個しかないバッグが完成しましたよ。世界でたった1つだけのバッグ。あ、そうなんだ。今年の誕生日いつなの？別にいいよ、レビューするよ帰ったら。マイクの風が、そうだね、ちょっとごめんね、申し訳ない。ていうかね、今日は風が強すぎる。この日はね、マイクガードとか無理だね、ちょっとごめんね。帰ったら開封枠やるから、うん、開封枠やります。歩いて青山まで行くから。うわ寒い。窓ってセンスいい。ああ、ありがとう、すげえ嬉しいわ。昔からね、あのセンスがぶっ飛びすぎてるとは言われて、服とかも結構なんか自分がかっこいいと思った服、同級生から笑われてたから。うん、楽しみだよね。いやこれもう一生もので、もう俺あの昔からあのこのバッグいいなと思ってたから、バッグはここでもう一生もので買おうと思ってたから、で長くいいものを長く使いたい派だから、うん。8は2、いらっしゃい、楽しんでって。散歩配信、寒いよ、風強くて。いやー早く開けたいな、明日から使えるよ。でもそのライダース、もう俺はねほらパンクファッション意識してるから、あのなんだろう、その名残だね。これは多分ね、色がくすんでくるとめっちゃかっこいいと思うよ。あとね、実際に見ると結構やっぱ似合うって言われる。あの配信では正直ないわって思ったけど、実際会うとかっこいいって言われるよこれ。あ、めちゃめちゃかっこいいですね、ソーライダースって。見た、あの、配信だと受けだと、受け狙いだと思ってたけど、違うわ、かっこいいわって言われる。やっぱね、物見てみないとわかんないよね。結構ね、色合いが、あの、バックのジャケはボロ、パンクスのジャケはボロボロ。そうだね、やっぱ使い込まないとね、わかるわ。そう、まだこれ1年目だから、そう、もともとね、それ、実は、あの、ガチッチの言ってること合ってるんだよ。あのパンクスってなんでボロボロのライダースジャケットにボロボロの革パンに、あのなんかヘアピンとかさ、秒とかいろんなガチャガチャつけるじゃん、金物を。あれなんでか知ってる？あれってあのローライダーやってた親父、イギリス人の親父たちの世代でしょ。でパンクスって金がなかった世代で、イギリスがもう大恐慌とかになってた時代のファッションなのよ。だから親父の倉庫に眠ってる革ジャンを引っ張り出して自分たち用にアレンジしたのがパンクスファッションなのよ。だからパンクスは親父から譲り受けたボロボロの革ジャンを自分たちなりにアレンジしたおしゃれなんだよあれって。うん、いやーもうあのいい、全然使い込んでメンテして自分なりにやってるからさ、これも長く着たいと思ってるから。あれ青山一丁目ってどっちだ？今表参道駅着いたんだけど、青山一丁目ってまっすぐで合ってるよね。あ、のんたんのねプレゼントね、青山通りだからまっすぐでいいんだよね。
ノンタンがだけどさ、なんか物いらないって言うんだよ。もうまるで興味ないっつって、あの手作りのものが欲しいとか、そう。だから困っちゃうんだよね結構。ビビアンも近いから覗けば、ビビアン覗どこにある教えて。ただね、あのブランドものとかハイブランドあんま興味ないみたい。そうじゃなくて、俺の手作りのものがガチでいいんだって。本当にね、あの物に興味がないんだって。で、あのそんな高いものいらないから、お揃いのものがいい、お揃いのものがいいってずっと言われて困ってるんだよ、1ヶ月前から。どうしたらいいもんかね。そこは婚姻届、重たいわ。まだ付き合って3ヶ月ぐらいだから。3ヶ月も経ってないよ、まだ。1ヶ月、2ヶ月ぐらいな。あ、ガガミラノだ。ガガの時計直さねえとな。ガガの時計ぶっ壊れたままで放置してるわ。今度修理しよう。レザーのアクセ？まあ、今日も見てきたけど、なんかノンタンっぽいのがいいなと思って。一応ね、あの、いろいろ考えてはいるんですよ。さ、ビビアンのアイテムとかも考えたんだけどね。確かにノンタンね、ブランドものとか身につけてないんだよ。一個も。おう、なんすか、あの、DM 送ったよ。DM 送ったけど帰ってこなかったから。うん。今日空いてるよって。ナウシカどこいんの？ノンタン不思議な世界観持ってるから、そいつ難しい。あ、でもね、あの、これだなっていう感じのものは、だんだん頭の中にはあるから。ノンタンのことほったらかしには考えてないよ。うん。みんな優しいね。俺の彼女のことまで考えてくれるんだ。そう、手作り、下手でもいいから何でもいいからもう俺が作ったものがいいんだって。だから、あの、ネックレスプレゼントした時、和道グッズのすげえ喜んだの。だけど、オフ会でみんなに配ったらその日テンション下がってたからね。うん。あわー、やったーっつって和道さんの手作りだーっつって超喜んでたのに、なんかみんながブログとかツイッターとかで和道からもらったって拡散したらすげえテンション下がってたもん。もうこれは私だけのじゃないとか言って、もうみんなの和道になったとか言ってすげえへこんでた。スムージー風やべえなおい、やべえなおい、風が。マスク作ってあげれば。私は今、熊本。確か、もう熊本行っちゃったんだ。表参道一回。北青山か。いや、あの、青山一丁目行くんだったら、ベルルッティの方が行くんだけど、ちょっと、いいや。さすがに、ベルルッティ行くような気分でもねえわ、と。確かに嫌だよね、みんなにあげたら。いや、まあその時はさ、ほら、なんつうの、プレゼントっていうか、まあ、あのほら、付き合ったばっかりだし、約束してたもんだから一番最初にあげただけでさ。だってみんなにあげる用のグッズなんだから。DM 確認。あ、いいよいいよ。うん、寒い。バッグ、ほら、バッグ、ここに入ってますよ。重てえの。本革の本作りだから、3キロぐらいあるんだよ、このバッグ。正直ね、店員さんに言われたもん。このバッグ、正直肩凝りますよ。正直肩めちゃめちゃ凝りますよ。もうバッグだけでめちゃめちゃ重たいから、気をつけてくださいって。3キロだよ。バッグだけで3キロだよ。ベルセルクかよって思ったもん。いやー、これはね、マジで一生ものだからね。俺のキーアイテムになるから。マストキーレジェンドアイテムですよ。俺だって早く見たいよ。お揃いのマフラーは2人で巻くよ。2人で巻いたら配信中大変なことになるわ。お、なんか野菜売ってる。いいよね、こういうの。へぇ、野菜か。安っ。安っ。
ああいうのうまいんだよな。農家がさ、あの小遣い稼ぎにさ、要は税だっけ、あの取られるじゃん、あの自分たちで作った野菜だから、こっそりこうやって都会の方に来て小遣い稼ぎに売った方が小遣いになるんだよ。野菜高いよ東京は。高い高い。かっけえ自転車、ハマーの自転車がすげえかっけえ。3キロの中に何キロの荷物入れんの？パソコンと配信機材だから合計5キロぐらいになるんじゃないの旅配信だ。旅のこと全く考えてないけど、それはそれで面白いじゃん。ずっと肩凝ってるっていう、肩痛えっつって、このバッグもう重てえわ、失敗したわってずっと言ってんの。今年は雨が多くて不作だったから高い。あ、そうなんだ。なるほど。先物取引ね、成功した人いるかね。なかなかね、天気系は読みづらいよね。何これ、めっちゃかっこいい。何これ、バングル？何これ、え、何これ、超かっこいい。何これ、ドクターマーチンも寄ってきたけど、マーチンがなんか雰囲気変わってたね。なんかベルトとかバッグとか売ってたから爆益だマジで。おめでとう。あ、なんだ、ガチャッチあれなんだ、為替とか株とか先物とかやるんだ。いいね、ワードリスナーね、なんかそういう人結構多いんだよね。ほんとね、年収1000万層結構多いんだよ、ね、為替とかにすごい。どこだ、まっすぐでいいのかな、青山。青山、今、南青山3丁目か。合ってんのかな。いや、渡ろう。青山1丁目ってこっち合ってんのかな。あのトランプのさ、トランプでも稼いだやついっぱいいるでしょ。あんなの読みやすいじゃん。しかもこれから相場読みやすいでしょ。為替も株も超読みやすくて、安倍政権安泰だよね本当に。こんなに日本人にさ、読みやすいさ、読みやすくて勝ちやすいさ状況なくね。うん、2択だからね。負けたことないってか、勝つものしか手出さない。まあそれがね、やっぱあのビジネス上手い人だよね。あの、そうそう、ビジネスマンって負ける勝負を絶対しないだけなんだよ。だから10回に1回ぐらい不遇はあるけれども、あの細かく勝てるんだよね。そう、利率の、あのバカって利率の高いものをさ選ぶじゃん。利回りの高いものを選ぶけど、リスクが高すぎるんだよね。あの利回り高くなくても確実にそのあの積み上げられるものをね、金持ちは選ぶっていうイメージがある俺の中で。そう、 0.2% とか 1% とかでもすごいんだよ。1日で 1% とかって365日レバレッジかけるととんでもないことになるんだよ。何もどうぞ。何、めっちゃオシャレなんだけど。ハンガリーから寄付さん、ハンガリーから寄付された幸福のモニュメント、街の音楽だって。めっちゃオシャレじゃん。めっちゃオシャレだ。銅像がオシャレだわ。うわ、そばうまそう。そば食いて。青山どっちだ。まっすぐで合ってるかな。まっすぐ行くよ。楽しんでいってください。ワドです。面白かったらフォローしてください。寒すぎる。風強いからちょっと聞き取りづらいかもしれないけど、楽しんでるね。
わっちで面白い配信でした。あ、ワド。ワドってやつこれから伸びると思う。まだね、知らない人いっぱいいるんだけど、俺が今一番推してるのね、ワドっていう31歳の配信者で、雑談めっちゃ面白い。めっちゃ面白い。あのね、じわじわ来るから。ちょっとね、パッと見ただけじゃわかんないから、30分我慢してみ。ワドってやつ、マジでいいから、ほんとだよ。俺ね、こんなにすげえと思ったやつ初めて見た。いや、あいつ伸びるよ。しかもなんか、結構なんか3年ぐらい前からニコ生で配信やってるらしいんだけど、俺正直知らなかったの。いや、名前聞いたことあるけど、いや、あいつ頭いいわ。マジで伸びると思う。ああ、いいよ、ワドってやつ。なんかふわっちで毎日やってるらしいから、みんな見てみて。ニコ生向き、やだ。俺ニコ生嫌いになっちゃったもん。運営が嫌いなんだよ。あ、俺以外で？あ、俺以外か。誰だろうな。いや、ぶっちゃけた話さ、配信でおすすめとかないから。配信でおすすめとかねえから。ぶっちゃけて言おうか。配信なんか見ねえから。配信見てるほど暇じゃねえわ、俺。だってさ、考えてみろよ。1日4時間勤務で1時間休憩で移動とか込みで6時間使うわけじゃん。で、1日8時間放送してるわけだ。もうこの時点で10時間使ってるわけよ。この中で洗濯とか買い物とかさ、メール打ったりとか、勉強したり、ホームページの更新、ツイッターの更新とか、この時間の中でやってんだよ。配信見るのなんか、風呂入る時とか、そう作業してる時にロムって聞いてるぐらいなんだよ。お前らと違って俺忙しいんだわ。暇じゃねえんだよ。配信なんか見ねえわ。まあね、好みだし。ロハコとのキスから見たら、つまんないやつなんだ。どのキスかわかんないわ。逆に聞きたいよね。誰がおすすめなの？誰が面白いの？逆に。逆に面白いやつ教えて。こいつこうだよ、みたいな。そしたらさ、その限られた時間でも見るから。てか、外苑前って駅だけど、外苑前。青山一丁目ってどの辺だろう？合ってんのかな？なんかひたすらまっすぐ歩いてるけど、合ってんのかな？青山通り。ガガ株式会社ってここにあんだ。え、ビルめっちゃかっこいい。ガガってこんな感じなんだね。ギャガ。寒いって。こっちも忙しい。そうだよな。お弁当打ったりな。そうだよね。わかる。俺ら忙しいもんな。ふわっちは始めたばかりだからわかんない。ニコ生ならいるけど。ニコ生で誰が面白いの今。ニコ生で。なんか大手をぐるぐる回ってるだけって印象だもんな。新しいやつが育ってる感じがしない。中堅とか出てきてんの？どうなの？なんかね、さっきね、LINE が来て、パチンコ爆発してるらしい。あいつ働けよ。パチンコ爆発してる謎を見せられた。すげえ読むわ。これ配信で1日何回も出てる。爆発してやがった。帰れないよーとか言って、どうしたってメール送ったら、パチンコの大勝ちしてるさ、なんかパチンコで連チャンしてる画像を出されて、なんだこいつ。あ、すいませんね。どんどんいらっしゃい。ここかっこいいなぁ。綺麗だね。やっぱ、イルミネーションが綺麗だわ。なんかさ、毎年この季節になると寂しい思いしてたけど、今年はノンタンがいるから楽しいぜ。イルミネーション、今年は俺ノンタンいるから、今年の冬は、ロボタってのがぶっ飛んでる。前はロッタって名前で、へぇ、ロッタの方がいいんじゃねえの、小手半。ロコタより、あ、ロコタも悪くないな。なんか伸びそうな名前だね。いい小手半。明治神宮、まあ、外苑前だって。合ってんのかな、こっちで。合ってんのか。あ、合ってるわ。合ってる。青山、まっすぐで交差点だ。よかった。あと
5分で終わりにするね。みんなごめんね、あと5分で終わりにするから。あの、家着いたらバッグの開封枠やるから、もしよかったら見に来て。もしよかったら、あの、見に来てください。残り9分か。ん？残り9分？今20分しか経ってない。これ、この枠これで終わりにする、30分で。寒すぎる、マジで。はい、いらっしゃい、バド2。風船ありがとう。小田井さんいらっしゃい。オッケー。ロコタってやつか。ちょっと気になるな。でもさ、ぶっちゃけた話さ、ぶっ飛んでる系の面白いやつってさ、短命じゃん。柏木もそうだけどさ、石野もそうだったしさ。俺短命なやつ見るつもりないから、長く付き合えるやつがいいよね。なんかもうこいつ配信好きすぎてやめないだろうなっていう。なんか安定感があって、ぶっ飛んでるやつよりも安定感があるやつが欲しい。なんか3、4年追っかけられるっていうか、育てがいがあるみたいな。もうやめてく配信者とか、もう配信者じゃねえから。趣味じゃねえんだよ。遊びでやってねえんだよ、こっちは。遊びじゃねえんだぞっていうね。仕事だかんだっていう。配信ダメんだよっていう。ようやく言える立場になってきたよね。女で美大でセンスもある。ほう。ほう。面白そうだな。女でセンスあるやつってなかなかいないかんね。でもあれだよ、俺、あの、色売ってるやつ嫌いだよ。あの、色気売ってるやつ、俺、女配信者色気売ってるのは認めないから。桃襟を見習いなさい、桃襟を。うん。色気を売ったら終わりだから。真面目な話できんのいいね。うん。ねえ、みんなやめてっちゃったもんな。で、結局ポッと戻ってきたりするけど、もう相手にされないよね、そういうやつは。ダメだよ。やっぱね、最後まで諦めなかったやつが勝つんだよ。うん。強いやつが勝つんじゃないよ。速いやつが勝つんじゃないよ。うん。イケメンが勝つんじゃないよ。喋れるやつが勝つんじゃないよ。最後まで諦めなかったやつが勝つのが、配信会だから。最後まで諦めなかったやつだけが勝つんだよ。今、大手って呼ばれてるやつで、はっきり言って面白いやつなんかいないよ。実を言うと。それなりのスキルとか面白さあるけど、ぶっ飛んで面白いわけないから。みんなから愛されてるだけだから。女じゃない方がいいんじゃないの、いろいろと。いや、女は女でジャンルあるけどね、結局彼氏できたらやめるからな、女は。っていうか、本当にね、昨日も話してた、今日の朝も話してたんだけど、3万難民が今出てるから、3万難民を回収しに行くのが正しいやり方だよね。俺はしないけど。新美団をね、拾いに行くやつはセンスあるやつだと思うよ。3万のリスナーを取り込むやつ。俺ね、ぶっちゃけた話、それ、便所太郎だと思ってるから。あの、便所太郎さん賢いよ、やっぱ。うん、いち早く3万にするよったな。っていうか、ちょっと待って、このライトかっこよすぎるだろ。このライト欲しいんだけど。盾と剣と、これライトスタンドなんだけど、剣と盾と甲冑のライトなんだけど、くっそかっこよくない？めちゃめちゃかっこいいんだけど、これ。これいくらすんの？っていうか、いちいち全部オシャレなんだけど、こんなライトとかないでしょ。何？ライト屋さん？かっこよすぎるわ。残り何分だろう？ 5 分かな。値段見えなかったね。ディスプレイに載ってなかった。まあ、あれじゃん？客引き用のやつじゃん。いやでも嬉しいなぁ、マジで。このバッグマジで欲しかったやつだから。あ、ベルルッティあそこ。俺が、靴じゃなくて、長財布はベルルッティいつか手に入れようと思ってる店はあそこにあります。ベルルッティ本店。第1号店。何これ、すげえわ、地下から熱風やば。寒
っていうかのんたん強運なんだよな。パチンコ負けねえんだよな。あの子超強いんだよ。やっぱ持ってる子っているんだね。あげまんだし、マジで強運だと思うわ。寒い、手がもうカッチカチだわ。寒すぎる。まあでも本当に配信やってよかったな。人生変わったよ。ほんあ、やっべ、間違えた。すいません。やば、やべ。はい、どうしましたか。あ、すいません、あの定期持ってるんですけど間違えて、あのお金払って、あのお金払ってるチャージの方で入っちゃったんですけど、払い戻しってできますか。今からご利用されるんですか。置いとくと。あ、そうです。で、間違った方を立ってしまったということですか。そうです。わかりました、少々お待ちください。すいません。いや、無料じゃない、定期の方使っちゃったんだよ。こうさっきデポジットに2000円入れたんだけど、それで、あ、ごめんなさい、申し訳ないです。はい、じゃあこちら、はい、取り消しますね。お願いします。すいません。はい、ありがとうございます。どうも。よし、無料の方だね。で、家帰ってから配信します。お疲れ様です。お疲れ様。スイカ方式だよ。じゃあ一回切ります。家から配信するんでまた見てください。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。